中国新聞の宮野です。今回示された最初 の、 グラフについてなんですが、まあ、この4連休ですね、県が行かない呼ばないと呼びかけていく中で結果4倍増えてしまったというところなんです。これは、まあ、呼びかけた結果4倍とどまったというような認識なのか、まあ、その呼びかけが届かずに増えてしまったというような認識なのか、いかがでしょうか。それは、まあ、正直わからないですね。呼びかけなかったらもっと増えていたかもしれませんし、その同じぐらいだったかもしれませんし、そこは正直比較ができないのでちょっとわからない。ただ、まあ、明らかに増えているので、感染拡大を抑えるまでの効果はなかったということは言っていると思います。お話の中でですね、現在の拡大傾向が継続した拡大基調になるのか見極めが必要だ、ただし、まあ、連休中は急拡大してしまったので、今後は悲観的だという発言があったんですが、現状は拡大傾向の分析としては、まあ、今できているものというのはあまりない、継続した拡大傾向であるのかどうかという点でいかがでしょうか。これまでのところですね、まあ、なんて言いますか、比較ですね、増えているというところですね。で、これが、例えば、さらに人流の抑制ですね、特に感染拡大していたら人流の抑制だとか、まあ、感染のさらに減らすこと、まあ、その他疫学調査だとか医療センターでの補足とか、まあ、そういうことによって何とか確保できることができるかというところですけれども、今のところですね、着実に増えつつある、まあ、この連休の急人流の急拡大がなくてもですね、着実に増えつつあるという状況だったことは間違いない。まあ、ただそのトレンドが何て言いますか、ひっくり返すことができないレベルまで上がってきていたかというとですね、そこまでではまだなかったので、そこはまあ何とかさらに倒していきたいというふうに考えているところですけど、まあ、特にですね、積極的に疫学調査というか、その感染経路不明のものっていうのが、まあ、高いというか高いんですけども、福山はなんかは比較的こう結構抑えられていたりとかですね、あるいは三原なんかも比較的、今たくさん出てるんですけども、比較的この、なんていうんですか、調査でのパークが多いんで、数字が多くなっているとかですね、そういったもの、まあ、広島市も少し、パークが増えているかなというふうに思います。まあ、感染経路不明がまだまだ高いところがあるんですけど、まあ、そういったところを勘案してですね、あと飲食店とかも増えているんですけど、まあ、極端に増えているわけではないですね。まあ、そういったような状況があって、で、あと広島市よりも他の方が先に進んでいるというか、だから広島市が相対的に低い状況にあるとか、そういった状況があって、その完全にこう何て言いますか、この期間一色の状況ではなかったんですが、この連休の人の流れっていうのは、ね、まあ、かなりちょっと何て言いますか、打撃を与えるような準備だと。はい、最後に今回 の、 その連休中の人の流入の拡大を踏まえると、財布の4ページにあるようにですね、まあ、8月上旬またずに、もうすぐ4月月末ぐらいにはもう順位を超えてしまうんじゃないかと、そういう予測があるような今状況なのかというところとですね、まあ、もうこれだけ増えると上がる中で、もしそういう予測があるならこれ行かないようにどう止めるというか、そういうことで今できることとしてはどのようなところになるんですか。今できることといえばですね、やはり感染地域との往来にですね、できるだけ少なくするということと、それから県民の皆さんが少しでもですね、その不安な状況があったら検査をしていただくということと、少しでも調子が悪いというかですね、まあ、変調
病気っぽいっていうんじゃなくてもですね、ちょっと体調に変調があったら、お医者さんにかかって、でそこで検査を受けていただくということ、まあ、これ先ほど県民の皆さんにお願いしたいということで申し上げましたけれども、それを徹底していただくということが今できると思います。今後の予想という意味ではもうどのぐらいでやって、今後の予想はお示した通りで、はい、4ページのシミュレーションのような、そうです、この赤い線でいくとまた青よりは上がりが高くなる。いやいや、それは分かりますよ、はい、変動があるので、まあ、大体予測通りに近いところで、まあ、いってるのかなというふうに。他に質問がある人はお願いします。マニチームの小山です。黒岩図書についてお伺いします。昨日菅総理の判断でですね、上告見送りということが決まりましたけれども、今後その原告の皆さんには速やかに結論が交付されるということですが、知事としては知事自らですね、原告の方に手帳を交付したいというお考えはございますでしょうか。私が手渡すとかそういうことですか、ね、いや、それは今は検討します。わかりました、ありがとうございます。私、広島テレビの門脇と申します。黒い雨の関連でお願いします。被爆者へ その健康手帳の、まあ、申請についてなんですけど、申請であったりとかこう手渡すタイミングですね、なるべく早くというような認識ですけども、まあ、大体いつ頃に実際こう手元に届くように、対応していくのかっていうのがもし決まっていればお願いします。いや、それはちょっとまだ具体的には分かりません。まあ、すでに申請はいただいていて、それを受けて、まあ、速やかに交付するということになっていますけれども、まあ、それはここに皆さんに付けてもらうでしょうし、まあ、我々も手帳準備しているからですね、従来の申請書そのままでいいのかとか、まあ、ちょっとよく分からないけど、あるんで、そこは個別にチェックをした上でですね、対応していくということになっています。時期的にはまだ分からないような、いや、そんな何週間も先とかっていう話はないと思うので。8月中にはまだ分かりません、はい、で広島市 と、県 の、 この配布する方々に対しては、従来通り広島市在住の方は広島市から、それ以外の方は県から配布の交付するというような形でいいでしょうか。そうですね、